笹野観音堂笹野観音堂は山形県米沢市笹野にある新言衆豊山派の寺院。宗教法人としての名称は高徳院。詳しくは町名山高徳院笹野寺と称する。本尊は千寿観音で置いたま33箇所観音令場19番札所である。紫陽花の名所として別名、紫陽花寺と呼ばれている。国家安泰を願って、 坂の上の田村麻呂が混流したと言われている。観音堂の境内には文化財も数多く残されており、山道北側の石の地蔵菩薩像は、米沢城下の大商人、渡辺家門が450両余りをかけて建てた、延命地蔵菩薩で、蔵王山の麓から運ばれた約30個の石で、組み立てられている。また、本望位拝堂には、 平安末期頃に作られた木造釈迦如来坐像が安置され、仙台地蔵堂には、相良人形による仙台地蔵が安置されている。このほか、松尾芭蕉と地元廃人の区域があり、堂内には、置いたまの廃人104名による俳句の見学が、収められている。斜平山に、坂の上の田村マロが、観音堂と羽黒権ゴを建立。後の公認が年。 現在の地に移ったと伝えられている。上杉家が越後を統一し、将来の羽黒山も支配地となった際に、直江兼かねつぐが、羽黒山、別当洋蔵坊清順に、羽黒権現の分霊を笹野観音堂の後紙として祀らせた。天保四年に火災に愛称しつ、現在の道は、道14年に再建されたもので、7100人余りを、 用した工事だったとされて、大きな茅葺きの屋根、精巧な彫刻などが特徴の建物である。竜や鳳凰の彫り物は、庄内地方の彫り物市、後藤東吉、正吉の作とされている、山形有形文化財に指定、ありがとうございます。